10倍なんですけど、はい、10倍だね。で、ちょっと倍率を100倍で、もう1個上げて400倍に拡大しますね、はい、そうすると便の細菌の状態、うん、ちょっと濃いとこじゃ分かんないけど、これ薄いとこでさ、もぞもぞめちゃくちゃ動いてるの分かります？これ細菌なんですよ。で、ちょっと動きが激しいから腸内細菌層がバランスが崩れてます、はい。ただあとこれでね、あの原獣って言ってね、ジアルジとかトリコモナスという原獣がいたりするとですね、この画面を横切る動きをする。最近はその場でもぞ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 こう動いているだけですけど、これで見る範囲で原獣はいなさそうです。この今のうんちにはね、いても出ないこともありますからね。これは正常じゃない？便の動きはちょっと異常です。はい。それから40倍、もう一回倍率を弱くします、はい。これであの線虫の卵があったりすると、うん、目ん玉みたいなのが見えてくるんですけど、楕円形の、はい、いません。でこれあの前この子でつけたよね、ここに目視で口、うん、あれはこの辺の線虫の予防治療薬になりますけどね、はい、まあいないと思います。次、便の未消化、そう、未消化反応、あのね、未消化反応、これは正常なんだけど、こう黒っぽいとかでしょ、はい、これは炭水化物が消化しきらずに出てるっていうのが、あんまこの辺の画面はいいよね。でもこの辺にはちょっと未消化反応が出てますね。ここはいいと思います。今度は脂肪のごめんなさい脂肪の未消化反応、脂肪の未消化反応があるとこの赤く染まるんですよ、はい。で、脂肪の未消化反応は赤く染まってるようなのはなさそうですね、うん。赤ってなんだ、どれぐらいの赤っていうと、これぐらいの赤に染まるんですけど、うん、そんな赤に染まったうんちはないから、脂肪の未消化はない。うん、でも、便の未消化は、うん、そうすると、線虫、原虫なくて未消化反応がちょっとあると。細菌層はちょっと崩れてる。今日何5年の11月の24、体重が41だったよね。名前なんだっけ？ゆりちゃん。ゆりちゃんの便検査。という妻の便検査しましょう。